ああ、よかったー。よかったです。何してんの？年末っていうかもう年末でしかないもんね、大晦日なんて。でもなんか今年すごく早くなかった？今年すごい早かったんだよな。なんか年末感もあるけど、ちょっとまだない感じもする。何言ってんだよ。年末もお仕事って、だって今お仕事してないからないよ、もう。今年は終わりました、無事に。たくさんの応援ありがとうございました。いた。机にぶつけた。話すことないな。失礼。見てくれてない。何を話しよう。コメントがさ、ちゃんと見れないからさ。髪染めた。年末しよう。最近すっごい乾燥するじゃない。寝て起きたらさ、なんか唇裂けるんじゃないかみたいな。喉もだけど。って思わない？私の家だけかな。やだ、今年一番印象に残ってること？ 今年一番印象に残ってること。でもさ、ほら、ちょうどさ、箱詰めも一挙放送してたじゃない。で、今日だったかな？ん？昨日？昨日か。見た、箱詰め。それでなんか、いろんな箱詰めの撮影期間のことを思い出してたから、今それがパッと思い浮かぶけど。いいことも悪いこともいっぱいありましたね。結果的に楽しい一年でした。そっか、みんな年末の番組を見てるのね。年末の番組とか、まあ年始もそうだけど、お正月の期間のテレビってなんか、お正月って感じするよね。なんかすごいちっちゃい時とか、元旦はなんかおじいちゃん家でお雑煮食べてとかやって、で、なんかお兄ちゃんと暇だからどっか行きたいねとか言うんだけど、どこもやってないから、テレビ見ようって言ってすごいテレビ見てた記憶ある。
バトン泣きすぎて見た後疲れました。お疲れ様でした。ありがとうございます。すごくたくさんの方にバトンが渡されているのか、つながれているっていうのか、見ていただいて嬉しいです。なんか結構初めましてってスタッフさんと会っても、あのバトン見てきてめっちゃ泣きましたって言ってくれる方が多くて嬉しいですね。どこのシーンが泣けましたって聞いても結構皆さん言うこと違くて、まあなんか卒業式のシーンはね、あのなんか泣いてくださる方多いなって感じするけど、まだ年明けも公開しているところもあると思うので、ぜひ見に行ってください。まだの方は森宮さんと行こうとか言いながら行けてないな。めいちゃんの方に手乗ってる？どういうこと？これ？乗ってる。え、それ以外ないよ。大丈夫。今年のおせち楽しみなんだ。ネイルかわいい。かわいいでしょ？クリスマスっぽいネイル。なんか、このチェックがやりたくて、でもクリスマス前にやったからさ、すごいクリスマス感あるなーっていう話して、じゃあこの今茶色になってるね、ところを、もともと赤にしようみたいな話してたんだけど、茶色にして、このチェックもゴールドとグリーンにして、まあ友達にもし突っ込まれたら、あの伊勢丹ネイルって言おうとしてるところ、でもまだ誰も突っ込んでこない。なんておせちの具何が好き？カズノコ。食感が好き。お寿司大好きですよ。お寿司はご褒美ご飯だな。お寿司食べたいな。地獄の花園2は？ああ、確かに。今のところ、話はないです。地獄の花園ね、アクションめっちゃやってたな、練習頑張ってたな。え、あれでも、今年？じゃないよね。公開は今年か。ん？違う？去年？地獄の花園の公開って今年？去年？さあ、どっち？来年はどんな年にしたいと思いますか？来年はね、来年も頑張る年になりそうなのですが、今年結構ね、ちょこちょこいろんな挑戦させてもらっていたので、それが来年ようやく皆さんにお披露目できるかなって感じです。
ぴょん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 してる。あ、今年か公開。今年の5月だったね、公開したの。無理しない程度に頑張ってね。ありがとう。無理しないように頑張ります。無理しないとか言った途端何もしなかったりしてね。ん？電波悪い？嘘？大丈夫かな。好きな色は緑。最近髪の毛青だけど、でも色落ちしてちょっと緑っぽくなってきた。好きな色ってでも難しくない？その時になんか惹かれる色はあるけどさ、じゃあ全考えると結構難しいよね。え、どれだみたいな。2021年の抱負？あれ、次22年だよね。22年の抱負はね、もう健康第一。本当に健康でいたい。もうずっと麺ばっかり食べてる生活してるから、ちょっとそういうのも気をつけていかないとなって心の中では思ってます。お風呂めっちゃ早く上がりそう。え？なんでなんで？そうなんだよね。すっごい早いの。よくわかるね。早い。なんかお風呂ちょっとめんどくさいって思っちゃうんだよね。じゃあお風呂がめんどくさいんじゃないの。お風呂上がった後の髪の毛乾かす時間がすっごいめんどくさい。で、よし、お風呂入るぞ。って、なんか、一回こうスイッチ入れるよね。年越しそば食べた。マーラータン食べてみたいです。ぜひ。今日も食べたお昼マーラータンおさめした。アルコールが手に染みて痛い。そうよね、アルコール今までじゃ考えられなかったほど消毒するもんね。なんかほら、肌にいいやつって言ってもさ、そうするとアルコール濃度低くなったりするからさ、ちょっとどっちにしたらいいかわかんないよね。もうアルコール消毒してハンドクリームぶっちゃぶちゃに塗って、でもその後アルコールするとそのハンドクリームがさ、じわーんってしてさ、ベタベタするんだよね。わかる。でも手も大事にしてくださいね。前髪、前髪がもう伸びた、こんなに。真ん中で割れちゃう。今年はめいちゃんに初めて会えて、とても素晴らしい一年でした。ありがとう。イベントかなに来てくれたのかな。ありがとうございます。
また来年もね、何かで会える機会を作れるようにみんなで今作戦練ってますから、その時はまた遊びに来てください。今日は何時に寝るの？あ、今日は一応12時は過ぎようと思ってる。で、大体お仕事あってもなくても、お仕事の日帰ってくる時間バラバラだからあれだけど、大体1時2時ぐらいになってるから今日もそれぐらいかな。0時になったらジャンプしますか？0時ちゃんと見とかなきゃだよね。そうだ、時計ちゃんと見てられたらジャンプするけど、時計見てジャンプするじゃん。なんかさ、お家に、うち時計ないのね。だからもう携帯で見るか、テレビで確認するか、なの。だからさ、ポイってしてさ、映画とか見ちゃってるとさ、だいたいなんか時間感覚ないんだよね。証拠動画ください。あげません。嫌です。一緒にジャンプします。みんなで本当に信じられないくらいさ、例えば、マンションの人が全員同時に、本当に同時にジャンプしたらさ、絶対揺れると思わない？でもそっか、全員同時に空中に浮いてるから揺れを感じないのかな？落ちた時も一緒だとね。そうか、どうしたら感じれるんだろう。なんか全員でジャンプしたら面白いのにね。せーのみたいな。あ、じゃあせーのじゃないね。12時。あ、どうやってやったらいいんだろう。え、みんなでさ、みんなでジャンプするの、面白そうだけどね。勉強頑張って。勉強頑張って。勉強頑張って。終わります。そろそろ。急。いつも急。こんなね、大晦日の忙しい時間に見てくれてありがとうございます。そう、イベントの時にね、インスタライブしますって言ったのにできてなかったから、あ、今日だ、今日でいいかなと思って今日しちゃった。本当は2回するって言って、1回はちょっと長めのやつ、1回は2分ぐらいのやつって言ったんだけど、2分ぐらいのやつができなかった。ごめんなさい。また来年も頑張りますので、みんなで健康に気をつけて、素敵な一年にしましょう。見てくれてありがとうございます。素敵な温かい時間をお過ごしください。ありがとうございました。お世話になりました。良いお年をお迎えくださいませ。またね。おやすみ。おやすみじゃないよね、まだ。よいお年を。また来年。バイバイ。バイバイ。バイバイバイ。